シリーズ最新作仮面ライダー仮面ライダーゴースト&ドライブ超ムービー対戦ジェネシスの完成披露上映会が行われて、偉人や英雄の力を借りて戦う仮面ライダーゴーストの設定にちなんで、主なキャストが偉人のコスプレで舞台挨拶を行いました。仮面ライダーゴースト伝口武楽の西目俊です。よろしくお願いします。仮面ライダードライブ友に新之助役の竹内涼真です。西目くんよりはこの偉人の格好を着こなしてるかなってありますね。ああそう、うん、正直ねあんま似合ってないと思う西目。そして映画にゲスト声優として参加をした剣道小林さんがサンタのコスプレで登場。剣道小林さんに皆さんのコスプレについて伺ってみると、でも皆さん歴史上の人物なんですけど、はい、あ彼女だけあれですよね、メンソレータムの蓋ですよ。いや違いますよ蓋のコスプレをするんじゃない君。蓋のコスプレじゃないです